後輩さんから聞いた。I'm so happy to come back to Hong Kong. Thank you so much for coming here. Daiga ho, ho hai, sanmon yao tsui. 今日は初めてここに来ることができて本当に嬉しいです。よろしくお願いします。日本男星山下智久孖住拍档心木优子日前抵港为他们主演的浪漫爱情电影做宣传。这日他们出席记招，三 P 二一身白色西装现身，持足白马王子。而身穿纯黑色连身裙的心木优子梳起了个公主头，一举一动都相当优雅。两人合照的时候仲大派心心，真是好 sweet 啊！三 P 相隔十二年再来香港，而心木优子就是第一次来香港，他们都对这个城市有特别的感受啊！本当に、とても久しぶりに、香港に、遊びに来させていただいているんですけれども、まず空港でも本当に温かく迎え入れてくださったことに、とても感謝しています。僕自身とても嬉しく思っております。やりたいことは自分で運転してみたいです。すごくこうかっこいいなって、昔来た時に友達に車でこうドライブしてもらったんですけど、すごい走って楽しそうだったんで、自分で運転しながらのかっこいい街並みを楽しみながら運転できたら、よりエンジョイできるかなと。食べたいもの、先ほども少しいただいたんですけど、香港のシューマイとか、みたいなのが、でも僕食べるのすごい好きなんで、昨日実は夜ラーメン屋さんにもちょっと見に行ったんですけど、はい、すごい混んでて、はい、入れなかったりと、いろいろちょっと食べ歩きしたいなと思います。本当に空港に着いた瞬間から、ファンの皆さんと、あとはメディアの皆さんもすごく熱量が熱量を高く迎え入れてくださって、すごく香港のこう人々の情熱をついてすぐに感じることができたので。今次三 P 同新木优子在片中分别饰演一位失明人士和失聪人士，相信对演技是一个很大的挑战。他们也有分享自己在事前怎样准备角色啊。今回僕は目が、見えなくなってしまうという、役柄でしたので、実際に、目が見えない方、生まれつき見えない方、そして、途中で見えなくなってしまった方、いろんな方にインタビューさせていただいたりとか、で彼らがどういうふうに、どんな絶望を味わって、どういうふうにこうそこから抜け出したのか、再度希望を持って立ち上がったのか、そういう話をお伺いしたり、しまして、あと見えないような演じ方はどうするのかというのも、監督、そして、アクティングコーチと、いろいろ相談しながら、役を、作り上げていけたと思います。私は生まれながらにして耳が聞こえないという役柄だったので、耳が聞こえない体験っていうのをしたくて、耳が聞こえない、体験をするために、水の中に潜ってしばらく音を感じないっていう空間を自分で作ったりとか、あとは実際に今回手話を、演じるにあたってかなり練習しなきゃいけなかったんですけど。